今日はですね、皆さんと、ムーンヨガという最近私が出した書籍がありまして、これは結構女性のセルフケアをメインに書いた本なんですけれども、この中から、抜粋しながらお話を進めていきたいと思います。女性ホルモンと言われるものはエストロゲンとプロゲステロンという2個なんですけど、それを動かすホルモンというのは他にもあります。脳から出ているのは性腺刺激ホルモン、放出ホルモンっていう舌を噛みそうな名前だったりとか、卵巣は指をくるくる回して探した方が分かりやすいです。親指を見てここでぐーっと弓を引くような形でちょっと体緊張させますね。ぐーっと力いっぱい弓を引いて、そしてバーン緩めます。